セーラームーンやったらやったで、あれだもんな。セーラームーンのカードは手に入るけど、プレゼントクエスト、ここにもある。プレゼントクエストっていうのをどんどんやっていけばいいのか。おっと、いや、挑戦します。ええー、なあ。さあ、雑学の赤。びっくり3つ。うん、とどめをさせない。おー。倒しました。プレゼントクエストっていうのも地味にいいのか。お、これでレベル 100? いった、レベル100いきました。やったね。キルトマスターセレモニーズ、なんだろう。まあいい。お、そうか、ボス戦だけなんだこれ。今度はちょっと油断できないな。はい、仮面ライダー。あ、でもそんなに強くないんだ。さあ、覚醒したよ。嘘、エイト王。嘘、800から来てるんだよね。お、10万ゴールドも。1回目ってまだ回数あるんだ。何回でも挑戦できんのか。やってみよう。ん？なんだろう。イレブンはありそうだな、普通に。意外と引っ掛けではなかった。さあ、これで、理系。まあ、赤が強いからね。引くか。OK。さあ、これでカードゲット。もう一回ぐらいいっとくかな。コインが増えるなあ。まあコイン増えても3200万もらあるんだけどね。ちょっとこれ終わったらあのトーナメントやろう。スポーツインファイト。やっぱり攻撃力落ちるな。黄色トルイ一匹しか倒せなかった。これでとどめさそう。手には手の上に目があったらすごいな。はい、OK です。日記を紡ぎたい。
じゃあ、最後にやろうか、トーナメント。まだ全然力不足だけどな。今、過去の成績を見てみよう。この辺は、大魔導杯とか結構、イベントもやってるんだな。まあ、普通の、全国トーナメントで行ってみます。いいでしょう。いや、これはわからん。あ、なんだ、勘で当たった、正解した。OK、一発でクリアです。覚醒したよね。今4位。うん、これかな。68%。あ、当たった。よかった。とどめはさせず。普通に赤で。なるほど、金属類。金属類か。さあ、4位のまま。うん、強いのかな、それなりに。なんか月の名前か。二人抜き、やったね。さあ、あと二つか。普通に行こう。腕を一かき。うん、正解率が差があるから。その辺で2位のままか。はい、ブースト。もちろん裏は。どうだ？いった！とどめ刺した！さあ、これでどうだ？順位は？いったー！ 1 位。最後に強いな。中級一級か。ちゃちゃちゃ。覚醒魔電士初段に上がりましたと。まあ覚醒したばっかりってことか。はい、というわけで唐突でしたが、黒猫のウィズやってみました。はい、今、ゲーム動画で行こうではチャンネル登録を募集しております。よろしければチャンネル登録してください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、関連プレイリスト流します。そちらもお時間ありましたら、ご視聴いただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。